はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、デッキ破壊、デッキルーンデスデッキ作ってきたのでご紹介していきたいと思っております。診断でね、登場したこのルーンというテーマ、まあ、診断解説動画をね、見ていただければ詳しいことわかるんですけども、まあ、デッキ破壊ができる、ガチデッキ破壊デッキとなっておりまして、デッキね、結構高いですね。いわゆる結構ね、多くてね、泉とか、宝石とか、この辺の UR がめちゃくちゃ多くて、まあ、ちょっと皆さん困ってるかなと思うんですけども、今回はですね、ルーンでね、いろんな型あるんですよ、デッキ。永続罠で相手をガンロックするタイプとか、あと今回のね、この名推理とモンスターゲートを入れて、モンスターを展開していくタイプのデッキとか、あと本当何でも、まあ、そのルーンのギミック以外は本当何でもいいから、適当にそのモンスターを速攻魔法で出していくことができるんでね。なんでそのチューナーと一緒に入れてシンクロ召喚をメインにしていったりとか、まあ、今回はね、エクシーズモンスターと融合モンスターがメインになってるんだけどもね、はい、もう本当いろんな組み方ができるんでね、皆さんも思い思いの構築をしていただければなと思うんですけども、ですね、この、デッキは、速攻魔法とそれからフィールド魔法が、メインになってまして、で速攻魔法が全部共通効果で、上の方の効果がその固有のなんかこれだったら例えば特殊召喚したモンスター破壊するとかね、でさらに、ついでにデッキを2枚除外するみたいな、これついでデッキ除外みたいなのがついてるんですよ全部。これ破壊のルーンだったら、サイクロン、相手のヒドのマジックトラップカードをサイクロンしながら、デッキの上からカードついでに4枚除外するみたいな、こういうね、ついで除外が入ってるんで、これでついでの効果でデッキを破壊していくっていうテーマですね。で、全部の速攻魔法が共通効果で、このルーンモンスターをエクストラモンスターゾーンに特殊召喚するっていう効果があるんですよ。だからこれで、今回入ってる、フギンとか、それから、ゲーリっていうモンスターを出していって、で、このフギンとかゲーリのモンスター効果を使って、例えばこいつだったら、フィールド魔法をね、サーチしたりとか、こっちだったら、墓地のね、フィールド魔法を回収したりとかっていう感じで、この泉を使い回していくという感じですね。はい。で、じゃあ泉が何をするのかと、これは、フィールドゾーンに存在する限り、ルーン速攻魔法を手札から発動することができるという、フィールド魔法で、これ要するに速攻魔法が全て手札誘発になるということなんですね。はい。で、泉は速攻魔法が、ルーン速攻魔法が発動したら、自分の墓地のルーン速攻魔法を3枚まで対象として、そのカードを好きな順番でデッキに戻しながら戻した数だけドローするという効果があるんですよ。だから使ったら使っただけ返ってくるんですね、デッキに戻してドローするから。これがね、鬼強い。この2番の効果をこちらに名称しての対象じゃないんで、これ貼り直せばもう1回使えるんですよ。だからこのルーの泉の効果を何回も使って手札をめっちゃ増強して、相手とのアドバンテージ差をえげつないものにしていくというね、そういうテーマとなってます。はい。で、速攻魔法でまあざっと強いのを紹介すると、これが特殊召喚したモンスター破壊する、でこれが、魔法トラップカードを破壊する、それからイテツクっていう、これが、エフェクトベーラーとか無限ホイールみたいな感じで、効果を無効にする、それから、まどろみ、これが、戦闘効果でモンスターを破壊されなくするみたいな感じかな。まあ、他にもね、いろいろあるんだけども、まあ、大体この4種類ぐらいが結構よく使うかなっていう感じはしますね。で、このデッキはね、展開にかなり寄せているんですね、この名推理と門芸によって。これなんでかっていうと、その泉の効果が墓地のルーンを3枚まで戻しながらドローしてるっていう都合上、墓地肥やしと相性がいいんですよ。なのでやっぱ墓地を肥やす関係上、しかも魔法カードいっぱい入れなきゃいけない関係上、やっぱこの名推理とかね、門下が非常に相性がいい。でね、手札誘発を入れることができないんですよね、この辺が入ってると。その手札誘発が出ちゃうからさ、名推理とか門下だと。だからね、ここはちょっと弱い、このタイプの構築は。永続罠型とかだと、まあ、高校からでも一応永続罠開けたりすると結構いけんだけど、この地球の弱点はやっぱちょっと若干高校が、まあ、頼りないっていうところかなと。まあ、ただ高校が弱いのはなんかあんま、なんか、そのどんなタイプのルーンでもなんか言えることかなと思うから、まあ、その先行で楽しい、先行で使って楽しいデッキを組めばいいと思ってるんですよ、僕は、ルーンだったら。なので、今回は結構展開に寄せて、いろんなモンスターが出るようにしました。
で、結構ね、メス入りとか門芸を使うとレベル4か2台並ぶことが多いんですよ。でしかもそもそも速攻魔法でレベル4が用できますからね、ゲーリっていう。なので、まあ、この辺のモンスター を使って、まあ、例えば、ランク4のねバグースカとかを使って、まあ、ロックしたりとか、まあ、デュガレスでドローしたりとか、あ、そういう動きができますと。でこれね、これが強えんだ。メス入りとモンスターゲート、で、まあ、一応デビフラが出てくることもあるんですけど、デビフラが出ると例えばあの一世の最終戦士とか、それからナチュレクソリオとかっていうモンスターが出せるんで、この辺のモンスター出してあげれば、例えばねナチュレクソリオとかって出すとルーンは結構積むんですよ。これでルーン結構積んでくれるんですよ。だからナチュレエクストリオ最強みたいな話があって、先行の制圧としてとても優秀です。はい、メス入りモンゲーからのランク4とか出して、なんかそのなんだろう、デュガレスとかでドローした後にデビフラ出てきて、デビフラでナチュレエクストリオ出すみたいな、これがね結構ね蓋できて強いで、相手のモンスターとかあの動きはこの速攻魔法で止めていけばいいから、はい、まあ、そんな感じですね。回し方ちょっと癖あるんで、皆さんもちょっと使ってみていただいて、なんかその慣れていただければなと思いますね。はい、とにかくやることは泉を張って速攻魔法を墓地に貯めて、相手のターンとか自分のターンに速攻魔法をバンバン打っていって相手を妨害していく。で妨害してれば勝手に相手のデッキは除外されていくから、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。こんなにデッキ破壊が強くなる時代が来るとは思いませんでしたよね。ああ、結構ガチでデッキ破壊だからな、このテーマ。素晴らしいよね。なんか今まではさ、やっぱデッキ破壊をしようと思って、もう、あんまなんか、なんだろうな、ガチでデッキ破壊するの結構難しかったじゃないですか。このテーマちゃんと強いですからね。デッキ破壊するくせに。はい。これね、泉すべいてるときは一番強いですね。相手の誘発をね、踏んでいけるんでね、基本的には。それが一番強い。さあ、とりあえず、このルーンの泉とかいう意味不明最強ぶっ壊れアルティメットスーパーウルトラ激強カードを発動して、とりあえず面推理から打ちましょう。はい、上振れ狙い。裏は打ってもいい。破壊なするから。どうする？なるほど。レベル 3! 甘えか？レベル3って、ルーンでレベル3入ってる構築って何があるんだろう。まあ、いろいろあるんでね、ほんとレベル3入ってる構築も余裕ありますけど、僕はちなみにレベル4とレベル2です。入ってるのはね。だから、レベル4とレベル2、レベル2って選択されて、あれですけども、レベル4ね、OK。アレイスターが出てくる。よし、いいぞ。レベル4は結構相性良くてね、これってさ、あ、泉あるね。泉あるから、ゲイリ出しに行っていいかな。さあ、黄金の雫のルーンを発動する。黄金の雫のルーンの速攻魔法は、固有効果と、エクストラデッキからモンスター特殊召喚するどっちかを選ぶことができて、で、この狼は、墓地のね、ルーン、速攻魔法以外のルーンを回収できるという効果になってます。で、とりあえず、適当になんか強そうなルーンを戻しまして、で3枚のルーンを戻しながらゲイリの効果を発動する。そうするとこれもうウララ打てませんと、ウラリングが打てませんと。で、ゲイリの効果はルーンの魔法カードを回収し、そして泉の効果によって戻した数だけカードをドローすると、はい、ぶっ壊れ。はい、ぶっ壊れ。はい、アルティメットぶっ壊れギミックで、泉はちなみに単位値がありませんので、もう一回跳ね直すともう一度使うことができます。旗おかしいだろ。で、まどろみのルーン一回発動して、でフィールド上のモンスターが戦闘効果で破壊されなくなるという効果を発動する。で、相手のデッキをついでに除外する。あ、ラビュリンスじゃん。ラビュリンス来た。お姫様全除外チャンスだ。で、まあ、とりあえず、ね、このね、デッキ戻すのはね、なんかその、なんか強そうなやつでいい。大体、強そうなやつを戻して、で、もう一回引き直すみたいな動き。基本的にはね。はい、で、もう一回3枚ドロー。で、ここで、メス入りって言ったら、多分相手4って言ってくるんですよ。相手多分4って言ってくるんで、ここで、2を出していくと。で、レベル4選択されましたね。選択されました、レベル4が。デビュラ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 、あ、ちょっとメタルフォースフュージョンいったの強い。デビュラ来い来たー。
デビルフランケンの効果、5000ライフポイントを支払うことにより史上最強モンスターナジュルエクストリを爆弾、こちらに爆弾させるとね、ルーンとかにも強くなりました。結構はい、魔法カード無効にできるんで、対ルーンに対して結構強いという話があってね、ミラーに強いすごい。でですね、デュガレスでドローかな。レベル4がね結構並ぶんで、レベル42体で出せるこのエクシーズモンスターは割と重宝しますね。まあ結構これ何でもいいんですけどね、正直。でまあ、とりあえずデュガレスの効果で、2枚ドローしましょう。ドローして気持ちよくなるタイプのやつね。はい。で、ていうか1枚捨てるところ。あんまいらないカードを捨てていい。これはもう解除はいらない。でだ、泉。なるほど。泉がもう、なんか、回収しないといけないらしくて、こんだけ強い方もいいな、これ。正直ね、これでいいや、もう。ああ、エンド。ああ多分ね、十分強い。これで、まあ、破壊されようもんならね、フギンとか出せばいいですし、まあ、魔法トラップカードだと思うんです、大体は。なんで、ナチュラルエクストリオでドヤ顔できるので大丈夫です。はい。基本的にはね。ラビュリンスとか魔法トラップでしか動かんから、これ多分無理だろ、これ。モンスターでこの2800打点。あ、でも一応まあ、2900あるけど、使命が出ねえよな、これ出ねえと思うわ。ちなみにね、この召喚獣名推理型だとデッキ破壊するまでもなく結構制圧盤面が敷けるんですね、モンスターで。でも単純に強いです、これ。ちなみに相手がね、サーチングしたんで、サーチングしたらハンデスするっていう最強の怪獣のルールってやつね。で、強そうなやつを戻せばいいので、まあ、とりあえずデッキに戻して、で、3枚デッキに戻しながらカードを3枚ドローすると。で、これ、うららって言ってきたら、まあ、ハカーナと言えばいいので、まあ、問題はないと。ハカーナはあった方がいいですね、ちなみに。うらら結構辛いんですよ、このテーマ。この3枚ドローが止められちゃったりするとね。なので、まあ、そういう時のために、うららケアで、ハカーナはあった方がいい。あと、このデッキは展開するから増殖数字も辛いし。多分ね、これ無理だと思うよ、これ。デッキ多分なんか禁じられた人しずくとか入ってないでしょ、多分。入れてる余裕がないというか、入ってないというかね。うん、もう全部向こう、全部向こう、全部向こう。カウンタートラップがなければ多分大丈夫。はい、カミツーとかね。そういう方がなければ大丈夫。おっと、デビルフランケンがぶち殺されていくが、まあ、そんなモンスターはもう役目が終わってるんで、あんまどうでもよくて。ちなみに一応ね、不妊の効果でライフポイント回復してると、なんかもう一回デビルランケン使えることもあるんですけどね。まあ、あんまないけど。で、破壊のルーンで一応1枚破壊して、はい。で、なんか適当に一番最初にセットしたカード破壊しながら相手のデッキを除外。どうする？おい、どうした？姫全除外チャンスだぞ、これ。はい。あかんなー、このデッキ。マジであかん。まあ心折れるわな。あ、デュエレストカップ結構いません、ルーン。なんかたぶらかしのルーン俺弱いと思っててるんですけど、基本的にはエルシャドルだ。たぶらかしのルーンって永続魔法のやつね。あれミラーだと強いね。ミラーだとやっぱたぶらかしあった方が強いなと思ったが、まあ、個人的にはあれいらんかなと思ってんだよね。なんかそのオーバーキル感があるというか、なんかさ、なくても勝てるというかね、うん、と思ってるんだけど、どうなんだろう。あれ別に手札に引いてもさ、なんかその強いギミックをサポートしてくるわけじゃないじゃん。自分のその まあフェード魔法を張って、で速攻魔法を打ち続けていくという勝ての中で、あれ来たところでなんかその強い動きを指導できないからさ、あれなんだけど、まあでもあったらあったでね、ミラーに強くなってなんか結構楽しいなっていうのはあるんだけどね、はい。で、ネフィリムをグラビティコントローラーに変えて、シャドウルークを回収と。OK、いいでしょう。このテーマは結構、触ったことがあんまりないので分かりません。私は。シャドウル自体は。まあ、楽園シャドウルみたいなやつは触ったことあるけど、楽園シャドウルはね、もうほんとシャドウル要素めっちゃ、うわー、強っ。鬼強いじゃん、あいつ反動。やば。まあ、でも、一応、フギンがいるんで、デストロフェニックス界の、効果は結構効かなかったりするんですけども、
とりあえずですね、これどっから入ろうかな。とりあえずカイジのルーンから入るか。ミドラーシュがなめんどくせんだよな、あれ。ミドラーシュ、エルシャドールミドラーシュくんが一番めんどくさいですね。とりあえず一旦フギン出すか。フギン出して、でフギン効果でフィールド魔法をサーチ、まあフィールド魔法がないときはね、そのこのフギンの効果を使っていくしかないと。無効がなければね結構いいんですけどね、無効がない場合は意外となんとかなるかなと。あー、オッケー。まあとりあえず泉は持ってこれた、オッケーです。で分かんねえなこれ、こっからいくか。モンスターゲート発動で、まず門限発動して、でフギンの効果、あじゃなくてフギンをリリースして、で通常召喚が可能なモンスター出るまで出すと。これデビフラだと嬉しいね。うん、できればデビフラに踏みたい。デストロイフェニックスガイ君を、まあ、一応いてつかあるな。デビフラ来た来た。これ止めるやろさすがに。あ、止めない、止めない。なるほど。これさ通るってこと、向こうある。一応ね、あの無限法要とかがきついですけどね。あ、ないんですね。え、これじゃあナチュルエクストリアやろ。ああ、ナチュルエクストリアとかいう最強モンスターで相手の後ろケアしながら、いてつくで、はい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 。で、これはね、効果無効にしなきゃいけないんで、これでいてつくかな。無限法要のルーン。無限法要のルーンを打って、相手のモンスターの効果を無効にしていく。はい。はい。で、さらにデッキを除外していく。このデッキ除外っていうのが強いよな。除外であんま効果発動するデッキ、あのサンダードラゴンとかじゃないとなかなかねないですもんね。はい。で無効にしていく。でやつはね、あとはね、なんとかしてね、あの召喚獣のあの餌にするしかないね。かまはかな引くか。でとりあえず黄金の雫のルーンの前、あ、黄金の雫のルーン、黄金の雫のルーンで、ちなみにもうあの癖カード2枚はマジどうでもいいんですよ。あの癖カード2枚は本当にどうでもよくて、ナチュルエクストリオで一生無効にし続ければいいんで、とりあえずこれゲーリーを1回出しまして、まあ、これレベル4なんでね、後で、ランク4につなげやすいですからね。で、泉の効果を使い、これな、デスフェニがな、めんどくさいんだけどな、なんかなんとかしてデスフェニをしょんないといけないんですよね。とりあえずですね、処理する札を引きに行きましょう。この3枚ドローがね、何回も、使えるんでね。はい。これで動いていくしかない。あー、いいじゃん、いいじゃん。ええやん。ええやんけ。これでアウオエイディスで、デスフェニショって墓穴かなが一番なんか丸そう。はい。で、召喚魔術持ってくると。で、召喚魔術打ってアウゴエイディシングを出して、はい。そうですね、メルカバーよりもアウゴエイディスじゃないとデスベニがしこれないんで、デスベニ、まあ発動に対してメルカバーって言ってもいいけどな。とりあえずね、アウゴエイディス君を出して、でアウゴエイディス君の効果によって相手のデスベニをしょっていく。はいさあ効果発動するだろ。墓穴確定、墓穴確定な、お前よし。さあ、その癖カードどうしますか？その癖カード発動しなくていいんですか？あれ？あれ？あれ？あのね、ルーンせんくてもね、これね、デッキ以外の前に勝っちゃうっていうね。さあ、デビフラすびきは強いのか弱いのかようわからんな。デビフラ何驚いたね、坊や。くしきも同じ構えだな。あれあれ、これもしかして積んでねるんだマジで同じ構えだった。やばい。ちょ、待って。でもこれさ、いや、これガチでやばいぞ。
いや、ルーン相手にね、ナチュルエクストリをね、マジでガン刺されするんだよね。マジで、魔法カードでさ、相手の盤面にその干渉していくテーマなので、あの、ナチュルエクストリオ、マジ強いんですよ。これね、多分無理かな。ちょっと待ってくださいね。これ待って、落ち着け。どうやって返せる？どうやって返せるのこれ。これ、デビフラでさ、なんか、ワンチャン、これデビフラでワンチャン愛を取りに行くみたいな話ある。これさ、ここでさ、デビフランケルの効果使って、で、融合モンスター出して、で、融合モンスターで、ナチュラルキスを背負ってから動くみたいな。で、これあるな。通れ。あ、ね。無理では。ちょっと一回ナチュラルエクストリオくんさ、ちょっと一回許して。一回だけ。ですよね。無理じゃねえ、マジでこれ。無理だろ。どうすんだよこれ。アレスター出せないしな。SCD 無効にされるしな。無理だろ。これマジでナチュルエクストリオの回答がありません。助けてください。